909システムチェックコンプリートコンディションオールグリーン降下シーケンススタンバイ目標座標到達まで10秒降下軌道最終確認誤差修正完了54321パージ待ちなさい。大変、煙出てる。どうやって開けるんだろう。中の人、大丈夫です。あ、これかな。いきなり落ちてきたからびっくりしたよ。大丈夫？怪我はない？あたしはアイナ。君は？うんうん。うん、いい名前だね。改めてよろしくね。私たちの町に案内するね。詳しい話はそこで。さて、この崖を登らないといけないんだけど、助走をつけてからジャンプすれば高く飛べるから、やってみて。なんでこんなところに。マナン、ペガスオードか。このくらいなら私でも。私が相手をするわ。そっちの星渡りは。私も戦う。身の守りを優先するのよ。胸騒ぎがして来てみればこれか。アイナ、マノ、無事か。よし。で、お前さんはガロアだ。よろしくな。降りてきたばかりだと右も左もわからないだろう。マノンみたいにいろいろと知ってるってことはなさそうだな。町に戻ってから話すとするが、アイナ、マノン、レスタサインは集め終わったか。あ、そうだった。集めないと。よし、集め終わったな。町に戻る。で、ここを渡るんだが、お前さん、グライドのやり方は。体内にあるエネルギーフォトンを両腕と両足に集中させ、そいつを使ってここから飛ぶんだ。まあ失敗しても下は海だ。ぶっつけ本番でやってみて。相変わらずスパルタね。ようこそエアリオタウンへ。住民一同お前さんのことを歓迎する。ここが俺の家だ。さあ入って。さて改めて、俺はガロア、この町のリーダーをやっている。こいつはアイナ、俺の娘だ。よろしくね。で隣がマノン。よろしく。さてまずはここがどこかってとこから話すか。俺たちはこの星をハルファと呼んでいる。ここはその中にあるエアリオタウンといっても小さなものだがな。ここの北にはハルファ最大の都市セントラルシティがある。セントラルシティは行政や経済の中心だ。いずれはお前さんも足を運ぶ日が来るだろう。次にこのドールズだ。お前さんがさっき戦ったのはこの小型ペダスソードというやつだな。俺たちハルファ人はこのドールズと随分と長いこと戦っている。どのくらい前からってと500年以上前と言われてるわね。だそうだ。だがドールズのことを俺たちはよく分かっていない。なぜ俺たちを襲うのか、どこから来るのかさえもな。ほんとさっぱり。唯一確かなのはこのドールズが俺たちの敵だってことだ。まあ謎の多い存在という点ではお前さんたち星渡りも同じだな。星渡りってのはさっきのお前さんみたいに降下ポットに乗って宇宙からやってくる連中の呼び名だ。そこのマノンも星渡りの一人だな。マノンは半年ほど前にあの小島に降ってきて、今はこの家で暮らしている。星渡りもドールズと同じようにどこから何の目的で来るのか分かっていない。星渡りってのはなぜか降りてくる前の記憶がないらしくてな。お前さんもそうだろう。まあたまにそこのマノンみたいな例外もいるようだが。そうね、他の星渡りよりも少しだけ断片的な知識があるだけよ。マノンってとっても物知りなんだよ。機械にもすごく詳しいし、私の勉強も見てくれてるんだ。中にはドールズと星渡りが同じ場所から来てるんじゃないかって連中もいる。たとえそうだとしてもお前さんたち星渡りは俺たちの仲間だ。星渡りは長年俺たちを助けてくれてきた。それだけは間違いない。ま、最初の講義はこんぐらいにしとくか。今話した内容をお前さんのマグに送っておく。マグってのはお前さんの横に浮いてるそれだ。そのマグは俺らのタイプよりも高機能だ。そいつを持ってるのも星渡りの特徴だな。と、詳しい話はまたにしよう。お前さん、腹は？よし、食事を用意するか。準備ができるまで街の中を見回ってくるといい。帰ってきたか。歩き回って疲れただろう。ここで休むといい。そうか、一通り見て回ったら俺に声をかけてくれ。おう、帰ってきたか。歩き回って疲れただろう。ここで休むといい。お疲れさん。俺は少し様子を見てくる。好きにくつろいでくれ。待たせたな。ささやかだが宴席を用意した。星渡りは温かく迎えよってのが俺たちハルファ人の習わしだ。ついてきてくれ。全員ではないがエアリオタウンの住人に集まってもらった。お前さんの分だ。みんな準備はできているな。自己紹介を。新たな仲間に乾杯。乾杯。いい景色だろう。俺はここが気に入っている。こいつらの笑顔を守ってやり。アークスドールズと戦う戦士たちの呼び名だ。俺やそこのマノンもアークスの一人だ。横のアイナは見習い。お前さん、俺があの場にたどり着く前にペダスソードと互角に渡り合っていたようだな。即戦力は大歓迎だ。俺はお前さんにもアークスになってもらいたいと思っている。まあ今すぐにとは言わん。この地の生活に慣れてきたら考える。さて今日はお開きにするが、ない？ありがとうマノン。お父さん。お父さん。ドールズの襲撃だ。準備。地を守るんだ。一緒に北の洞窟まで走っ。でも私たちは足手まといになるってこと。ああ、アイナ行くわよ。私は走るわよ。あなたも行け。気がついたみたいね。怪我はないわよね。一応マグの生体スキャン機能で異常がないのは確認したけれど。まさかこんなことになるなんて。あの巨大なドールズの攻撃を受けて私たちはしばらく気を失っていたみたい。ドールズたちはいなくなってたわ。でもエアリオタウンはもう。アイナは私たちよりも重症で、少し前にセントラルシティから来たアークスが治療のためメディカルセンターに運んでいったわ。先ほどまでセントラルシティのアークスたちが捜索をしていたけれど、今のところ生存者は見つかってないわ。いつまでもここにいるわけにもいかないわね。私たちもセントラルシティに向かいましょう。あそこに見えるのがセントラルシティよ。行きましょう。あなたは？私はラン、このセントラルシティ所属のオペレーターです。シティのリーダーであるクロフォードがあなた方と話がしたいと。クロフォード。そのままゲートをくぐって目の前に見えるタワーへと進んでください。分かったわ、行きましょう。二人ともよく来てくれた。僕がセントラルリーダーの。私はマノン君だね。君のことも連絡を受けている。その何というか大変な目に。君たちだけでも無事でいてくれて本当。それで今はメディカルセンターで治療。安心してくれ。命に別状。搬送されてちょうど半日か。そろそろ回復しても。はいな、大丈夫。平気平気。無理はしないように。ありがとうクロフォード。それから2人も。私たちは何。心配して来てくれたんでしょ。嬉しい。それでお父さん。でも叶わなかったあのゴールズいった。詳しくは調査中だが、ダークファルスと呼ばれるドールズと同種の存在と。ダークファルスは100年ほど前、ハルファ全土に壊滅的な破壊をも当時の首都を一瞬で壊滅させたという。もしも君たちが遭遇したドールズが本当にダークファルスの、僕たちに猶予はあまりない。一刻も早く迎撃態勢をと。そこで何？ダークファルスの唯一の目撃者である君たちに、アークスとして僕らの戦いに加わってほしい。あれだけ大変な目に遭った直後に酷な話だとは思うが、力を。私は戦えるよ。あのダークファルス、あんなことが二度と起きない。アイナ、二人は協力。マナ、3人ともありがとう。それで私たちは何をすればいいの？まずはダークファルスの迎撃準備を手伝って、そしてダークファルスが現れた、一緒に戦う。とはいえ今すぐにとは言わない。ラン、3人分確保してあり。君たち3人をセントラルシティの住人として、おのおの自分のマグを確認してみてくれ。アークスとしてライセンスと、そのマグがそれぞれの部屋の鍵になるようにしておいた。疲れた時はいつでも。話の続きは日を置いてからにし、部屋の位置情報も君たちのマグに送っておいたから、今日はゆっくり。ここからすぐのところだね。行ってみよう。綺麗なところ。アイナ。ん？何？大丈夫？うん、大丈夫だよ。ごめんなさい。私、人の感情の機微に疎くて。そんなことない。ありがとう、マノ。君もこれからよろしくね。マノンも。あのドールズ、ダークファルス、私たち3人の力で絶対に倒す。少しは休めたかい？早速なんだけど、一つお願いできるかな？ドールズと戦うにあたって身につけておいてもらいたい基本技能があるんだ。コクーンという訓練に最適な場所で教官が待っている。詳しいことは彼に聞いてくれ。しっかりと準備をしてから向かってほしい。よろしく頼むよ。緊急警報発令。エアリオリージョンに出現した多数のドールズに対し防衛作戦を準備中です。アークス各員は聞こえますか？お伝えした通り多数のドールズの出現が確認されました。彼らの目標は私たちアークス資源採掘リグはその名の通り地中の資源を掘り出すため、掘り出された資源はシティの維持管理やアークスの装備品の製造に私たちがドールズと戦っていくためになくてはならないものな。ドールズの動きを見計らって装置を稼働させているのですが、今回のように察知されることも。現在護衛のアークスたちが対応中ですが、かなり大規模な構成で困難な戦いが予想されます。そこで今回の防衛戦にはあなたにも加わっていただければと思っています。よろしくお願いします。